青森ねぶた祭りは、祭りの主役であるねぶたの出しと、それを弾く弾き手、そして囃子を演奏する囃子方、さらにその囃子に合わせて跳ね踊る跳人が歓喜乱舞する勇壮華麗なお祭りです。本日は東京近郊で活動する首都圏青森ねぶた囃子会、東京ねぶた連合会囃子方、二目組の皆さん、そして青森市から NTT グループねぶた積成会のご協力をいただいています。跳人は青森ねぶた跳人集団、潮流会などの皆さんに多数参加いただいています。この青森ねぶた祭りに欠かせないお囃子ですが、辺りの緊張を破る太鼓の音、調子のいい笛の調べと賑やかな手振り鐘の音色が一体となって祭りのムードを盛り上げます。まずは青森ねぶた祭りの花形ともいえるねぶた囃子の演奏をお聞きください。皆さんこんにちは。青森ねぶた祭りです。本日はようこそお越しいただきました。私青森市役所観光課の笠井と申します。どうぞよろしくお願いします。皆さんもふるさと祭り残り2日となってしまいました。皆さんいっぱい飲んで食べてますか？青森のブース、このステージの裏にありまして、安くて美味しいものいっぱい売ってます。どうぞ終わった後立ち寄っていただければと思います。またマラソンのですね、ここには青森の情報載ってましたので、ぜひお立ち寄りいただければと思います。よろしくお願いします。このふるさと祭り3年ぶりの開催ですけれども、実は青森のねぶたもですね、昨年3年ぶりに開催されまして、このねぶた北村俊一さんという方制作したねぶたなんですけれども、昨年の8月2日から7日の開催に実際に出陣したねぶたを持ってきました。まあ青森以外でこの大型ねぶた見られるってなると、このふるさと祭りしかないんですけれども、どうですか皆さん、かっこいいですよね。ありがとうございます。ねぶたって祭り終わってしまうと壊すんですよ。で毎年新しいものを作って、このねぶたもふるさと祭り終わったら全部ここで壊します。なので最後までこう目に焼き付けていただければと思います。で実は今日私の上司がいっぱいいてですね、真面目に話しようと思ったんですけど、私の話聞くよりもうんこ見たいですよね。皆さんどうですか？たくさんうんこを見た方が皆さん楽しめると思うんで、ただ一つだけお願いがありまして、先ほど聞いた掛け声でラッセーラーラッセーラーラッセーラッセーラッセーラーってあるんですけれども、皆さん声は出せませんけど
手拍子をお願いしたいんですよ。ちょっと一回練習します。いいですか皆さん。ラッセーラーラッセーラーラッセーラッセーラッセーラー。いいですね、さすが東京の人違いますね。この手拍子が大きければ大きいほど羽とは高く飛び上がります。ねぶたはより多く回ります。これ皆さん参加者ですから、皆さんで一緒にこのステージ盛り上げたいと思います。よろしいですか。ありがとうございます。じゃあ運行いきますよ。皆さん準備ですね。羽とも準備ですか。引き手も準備ですか。林も準備ですか。では参ります。青森ねぶた出陣。Yeah!
るさと祭り東京の頃に参拝し、大型トラック6台で青森から運び、道具内で製作したものです。Thank you.
一を蹴る。祭り本番の迫力を感じるためにも、ぜひ8月2日から開催される青森ねぶた祭りをご覧に青森へおいでいただきたいと思います。皆様もう一度温かい拍手をお送りください。青森ねぶた祭りの皆様でした。ありがとうございました。